はい、皆さんこんにちは。 BT オプション顧客サポート部のナンシーです。今回ちょっと不思議なあの雰囲気の中でちょっとマーチンゲールについて、はい、説明していきたいと思います。今回はマーチンゲールなんですけども、皆さんマーチンゲールご存知でしょうか？もうナンシーがマーチンマーチンマーチンってばっか言ってるので、みんな耳にツボ A かな、忘れましたけど、はい、になってますでしょうか？ということで今回マーチンゲール特集です。でマーチンゲールのキャンペーン、さっきのキャンペーンのご案内なんですけども、キャンペーンで美味しい企画してます。企画というかあのプレゼントですね。はい、ということで今回は、まず BT オプション一度も利用されたことがないという方には、その BT オプションの口座開設ですね、でご入金しなくちゃいけません。はい、ご入金していただいたらプレゼントします。すでに BT オプションラバーズたちには、そうですね、今回のこのライブ放送の下にコメントですね、ソーシャルストリームかチャットか、またはこのブログの一番下ですね、ブログの一番下でも、マーチンゲールについてのコメントいただければ、マーチンゲールのシート、計算シートプレゼントします。結構実はですね、これそもそもどうやってマーチンゲールシートをが開発されたかというと、ナンシーが好きでこう私取引してるんですけど、いつも何回こう計算機とか、なんか自分でこう書いたりして、うん計算うんみたいな感じで、いつもそれに時間かかって、こう早く取引したいのに取引できないっていうことがあるので、それを見たある開発部の方が、ナンシー何してるのって計算してるのとか言って、あーとか言ったらポンとなんか作っていただいて、これでどうみたいな、はい、嬉しいです。何し使ってます今日から早速簡単です。考えなくても数字入れたらボボボボボンって出てくるので、はい、それを置いといて、なのでコメントいただければ、マーチンゲールこういつも使ってるけどこうなんだとか、マーチンゲール結構使っててこううまくいくんだとか、いろんなコメント、皆さんもう本当にほんまにとか言いそうです。情報提供皆さん一緒にしていきましょう。せっかくなんで楽しくワイワイ、はい、ということで、はい、またブログにも細かく内容載せさせていただくので、また見てください。はい、で今回のマーチンゲールについての説明なんですけど、以前にもちょっと噛んではいるんですけども、主にですね、今回は、10秒ぐらい歴史噛みをしてたった10秒です。でその次に主にどこで用いられた、マーチンゲールのこうなんていうのストラテジーかっていうのを説明していきます。で次に、そのマーチンゲールバイナリーに使う場合はこれは間違ってるからこれが正しい方法、ルールですね、ルールをちょっと説明していきます。このルール守ってください。はい、で次に最終的に、もし時間がちょっと、はい、大丈夫よって言ってくれたら、テントレーダーを開いて、もしそのルールに基づいて購入できそうならちょっとライブ取引も、はい、してみようと思います。はい、ではまずですね、ちょっと噛んでいきたいと思います。歴史、たらーんナンシー似てるお父さんじゃないです、ナンシーの。はい、この方はですね、マーチンゲールを18世紀に作り出した、はい、ピエールです。この人はフランス人で、数学の研究者でいろいろ研究されて、マーチンゲールあこれいいぞみたいな感じで研究された結果、これを、はい、理論上彼は8回連続で連敗する確率は 0.39% という、そこまで言ってないんですけども、要するに、基本的には自分の予想ですね、1回例えば購入します、ベットしますよね。で予想外になった場合にその購入した分の額以上ですね、倍ですねを貼って、また、取引とかっていうかベットをするという、そういった理論をやって、で最終的にはその1回目2回目とロス出た分を最終的に回収する、それ以上の額を回収するというのが彼の、はい、理論だったんですね。でそんなことないとかいろんなこう何ですか投げが入ってきたんですけども、主にこのピエールさんが、自分の理論はこういうコイントスっていうんですけども、コインをフリップして、表か裏か当ててっていう、そういったゲームに使ってたんですね。なのでバイナリーはもっとこれより複雑ですよね。だってペイアウトがあったりとか、相場がそのままこの場合は1か2か
当てるゲームなんですけど、結局バイナリーっていうのははいかどうだけ取れただけだけども、そのままグワーって上がっていって、もう一生あれトレンドみたいな感じになることがあるので、これだけではちょっと危ないんですよね。でもまあ理論上こういうトスのゲームとか、あとはですね、こういうカジノ、ゴージャスなカジノ、これドイツのカジノで有名なの、何しカジノ大好きなんで、はい、ドイツのカジノで一番綺麗って言われてるんですけども、まあこういったルーレットとかのところで主に使われてたっていうのがマーチンゲールなんですね。でこれを使って、まあ、買っていた人が多かったのか、ルーレットでないですか、000とか、なんか2つ0があるところとかありますよね。でこういうのをつけたのは主にこのマーチンゲールで勝たさないようにしたと思うんですけども、はい、なので主にこういったカジノで使われてきたっていうのがマーチンゲールなんですね。はい、ということで、実際にちょっとバイナリーですね、こんなに簡単なもんではないんですけども、もう一つ言うなら、結構マーチンゲールどうですかとか、まあ、トレーダーさんに聞くと、まあ、中には、うん、使ってるよ、うまくいってるっていう人もいますし、中にはマーチンゲールを悪くやっぱ言う人もいるんですね。でもちろんそのごもっともだと思います。ちょっとなぜなら、まあ、マーチンゲールはよくちょっとギャンブルっぽいなって思われがちなんですけども、しかし FX などバイナリーですねに、まあ、こういうトスゲーみたいにチャンスでだけでこう取引するものではなくですね、やっぱりテクニカル手法とか、主にその買っているトレーダーさんとかテクニカル使ってますよね。でそのテクニカルを利用することによってこうチャンスだけでは終わらせないことができる。なので、そのためにはギャンブルみたいにチャンスにかけるのではなく、まあ、多くのトレーダーが分析しているような手法を利用してですね、取引するとこのマーチンゲールいいと思います。しかしですね、ルールがあるので、はい、後ほど。ということでバイナリーはそんなに単純なものじゃないんですね。でこれシートなんですけども、タラーン、はい、ということで、これ一画だけなんですけども、このペイアウト、どこだ、ここ、はい、ペイアウトすごい大事なんですけども、ここ 100% で、何し、まあ、計算苦手バカとは言えないんですけど、計算苦手なんですでその計算苦手のナンシーでもすごい簡単に使える。でまずはですね、100円で購入して、あ次倍高200円みたいな感じ で次あ200円の倍高400円みたいな感じで、こうやったこと購入方法は 100% のペイアウトでしか通用しないんです。それは皆さん分かってますよねということで、こういった 95% とかになってくると、見てください、こんなに違うんですよ。全然このまま 100% のやつと一緒のような購入の仕方をしてしまうと、なんと利益がマイナスになっちゃいます。はい、そしたらいいかな、こうかマイナスになっちゃいます。なので主にこのシートを利用することによって、ペイアウト入力して、またさらに額を入力して、いくら利益かっていうのが全て分かるようになるので、すごい使いやすいです。はい、なのでバイバイバイっていうわけにはいかないです。 OK ですか、それ 100% のみです。はい、なのでちょっと、もう難しいんですよね、本当にマーチンゲール。はい、なので簡単にするためにこのシートがあります。で次にですね、主にマーチンゲールのルールを説明していきたいと思います。まずはロスを回収するのに、購入をダブルアップという取引方法が主にこのマーチンゲールなんですけども、マーチンゲールで守りたいルールは今から説明します。まずはですね、レンジ相場でなければならない、これはマストです、 very very must です。っていうのはトレンドもポーンってもうここ抜けちゃいますよね、例えばね。そしたらうわーみたいな、トレンドーみたいな感じで乗っかれないので、はい、なので基本的には、あレンジになってるなーっていう。でレンジを知らない方は、基本的にはこうよくここタッチして反発するなっていうところ、まあ 2つの点以上あればいいんですけども、基本的には私は4つ、1分取引で1分足を見るときは4つ、せめて4つの線を引くようにしてます。たまに6つぐらいになるけどはい、ということで、レンジ相場を確認してください。まずはそれ大事です、レンジであること。 OK ですか。で次に、基本的にマーチンゲール、永遠にトレンドボコーンってここ突き抜けたり突き下がったりすると、うわーって追っかけてしまうとえらいことになります。はい、ナンシーも結構今ツイッターとかでやってるんですけど、わーみたいな感じになってること多いので、はい、なのでこのポイントですね、
まず購入するときレンジであること、2番目にどこでブレイクしたら諦めるか、皆さん諦め基準作ってくださいOK ですか。なので、まあ、仮にですね、ここで、まあ、ハイ購入、あ、でも下がってきたな、あ、またハイ購入、あら、まあ、ブレイクしちゃった、諦め、はい、ということでブレイクしたらストップというところを作ってください。で、逆のこと言いますよね。この上のところでタッチしたら、まあ、ロー購入ってことなんですけども、こっからロー入れた、こっからまたロー入れた、こっからロー入れた、ブレイク、あ、やめ、はい、天国みたいな感じでやめてください。ストップ基準を先に作るです。これはもうマストですよ。なので、もう行ってしまうと永遠に行って、あ、資金ロスみたいな感じになるので、ちゃんと自分はここまではする、で、ここの以内で取引をするっていうのを決めてください。 OK ですか。そうしなくちゃタラーン、こんな感じになってしまう、資金がないみたいな。なので皆さん気をつけてくださいね。で、3番目のルールなんですけども、はい、あ、いい匂いしてきました、お金の匂いだということで、3番目は資金に余裕がなければならない、これはマスト3です。はい、で、どんだけ資金あればいいの、ナンシーということなんですけども、基本的にはですね、1回目の購入が 1%って考えてください。これがベストです、リスク管理的にも。なので、もし1万円あるとすれば、まあ100円計算逆、100円から購入をする。で、そのラインがありますよね。例えばここで購入して、ここで購入して、ここで、そのラインがその資金内に収まるようにしてください。はい、全部購入しないようにしてくださいね。本当にそのルール通り行って、ここまでブレイクしたのも諦める、で、次にまた 1% から始める。はい、なので一度もう利益になるとまた戻ってくださいね。そのまま取引、額、3番目の額とか4番目の額を払わないようにしてくださいね。いつも1回勝てば1に戻って再スタートをするという。はい、でも逆に2回目の購入まで行ったのに、なぜか1番目の購入額に戻ったか、そういうことはしないでください。ロスになります。額は必ず購入をする、で、必ず決めた額で貼っていくっていうのがルールになります。はい、で、次になんですけども、たらーん、皆さん一途になってください。ナンシー結構今まで結構テクニカルで合うものならじゃんじゃん取引しちゃえみたいな感じなんだだったんですけども、基本的には慣れたらまあいいって言ってもダメなんですけども、基本的には一つの通貨ペア、好きなものを一つ設定してください。自分の中ではドル円だったらドル円に一途になってですね、ドル円ばっかりしてください。マーチングエールを利用するときはですよ、必ず一つの通貨ペア、その方が相場感もなんかグッとなんかこう感じれるし、ちゃんとルールも収めれるし、いろんなものしてるとなんか衝動的アニマルになっちゃうので、ドル円一つ、私のラブドル円っていう感じで、はい、皆さん決めてください。私はちなみにドル円好きでもないんですけど、まあ好きかな、はい全部好きです。はい、ということで、あとはですね、もう一つ、できればペイアウトいいものへ選択してください。汚いハートマークついてるんですけども、基本的にですね、もちろんビットオプション結構ペイアウトの率高いんですよ。他社と比べて結構高いです。82%、85% とか、まあ、低いもので 76% まであるんですけども、 100% があるんですよ、 100%。 しかし、まあ1時間取引っていうことなんですけども、かえって言うなら1時間の間でこうレンジを引いて、でその間でも下にすごい下がってきてる、まあここですね、ここかな、ここで下がってきてるので、まあ逆にハイとかすごい単純に見える化できるので、結構いいと思います、1時間取引も。で、また購入締め切りまでなんか権利放棄もできるんで、はい、なので結構 100% いいと思います。特にマーチンゲールで、で、サポートレジスタンスのそういう水平線を使っての取引は結構向いてると思います。なので皆さん、できればペイアウト高いものを選んでいきましょう。はい、ということで以上です。はい、マーチンゲール、また木曜日かな、木曜日のもしかしたらライブ放送でちょっとマーチンゲール利用して、他の手法もこう利用しながら取引するかもです、かもです、まだ未定なんですけども。はい、ということで実際にちょっと
取引できるかっていう、はい、ちょっと見ていこうと思います。今回は、水平線を利用してマーチンゲールですねを利用してちょっと取引を行います。しかしですね、先ほど言ったように私はルール通り、はい、何しちょっとルールを目の前にします。レンジ相場でなければならない、それがまず第一のルールなので、皆さんちょっと見ていきましょうか。テントレーダー開きました。で、まずはですねちょっとレンジ相場、あ、でもポンドカナディアンドル私あんまり好きじゃないんですよね、この時間のポンド。今すごい、皆さん知ってますか、なんかそのイギリスがなんか EU に入るかどうかも苦手なんですけど、こういう、あ、ちょっとごめんなさい、私ちょっとハイに購入します。で、私の設定は1000円、あ、1000円、今日は1000円からスタートします。はい、ということで、今ですね、あー、もう嫌だ、私5分取引してました、もう今のも忘れてください、なかったことに。はい、もう一度ちょっと1分で、はい、ということで、まずですね説明する前にちょっと購入タイミングが来たので購入しちゃいました。で、まずは今回の購入、私の購入なんですけども、マーチンゲールシートでいくと1000円、次に2500円、次に5800円、次に13500円、次に35,000円という形でちょっと購入していきます。で、まずはですね水平線を簡単にちょっと、ブレイクしちゃった感じですね、ちょっと危ないですね。ということで、まず私ルールを作る前にちょっと取引してルール思いっきり破りました。はい、ということでこちら、あ、1個目の水平線ですね、はい、で今取引してますね。で次に水平線よくタッチするなーっていうところにもう一丁引いていきます。はい、なんかずれちゃいましたね。はい、こちらですね、あ、取引失敗したので2500円でさらに範囲を購入します。はい、で次にですね、そうですね、何で2個引かれたのか、で次に水平線をもう一つこの辺りですね、よく立ってるなっていうところに引きます。はい、はい、でもう一つできれば、まあ高値にしちゃおうかな、この辺りだったらそんなにタッチしてないのでちょっと高値に行きます。はい、高値に行きました。で私の損切り、もう損切りっていうかそのもう諦め基準をちょっと作りますね。諦め基準は、はい、ここにします。ここを抜けてしまうともう諦めます。 1.840053 ですね。で今この購入が失敗すると次5800円になります。あ、結構下がってきましたね、下がってきましたね。はい、下がるところまでちょっと、おー、ブレイクしちゃったよーみたいな、はいもうこんな感じになりますよね。なのでもうここブレイクしてしまうともうナンシーは今日は諦めます、ということで、一旦ここをブレイクしてしまうともうこれ長いロウソク足で次までもう下がるホームランに行ってしまうのでこれは、はい、取引しないですね。なので本当に諦め基準、もうきっぱりやめるみたいな感じ の基準が必要だと思います。まあ、うまくいければいいんですけど、で逆に言い換えれば、また次の取引次の取引で何時にすごいルール破りなので、この5800円の次に13500円を1回目行くとかそんなこともあるんですけどね。はい、ということでどうなるんでしょうか。で、そうですね、マーチンゲールシートをちょっと振り返るといくらの儲けになるのかちょっと見ていこうと、あ、終了しましたね、利益になりましたね。はい、いくらの利益なのかなちょっと計算できないですけど、マーチンゲールシートだったらポコンとこれぐらいの利益出たよっていうのが出ます。で先ほど の利益となったので、これで購入が、はい、ちゃんと利益になったので、マーチンゲールシートを行くとちゃんと利益になるようにこう自分で見える化できるのもすごい使いやすいです。ということで今回勝ちました。いい、この1000円を忘れてください。はい、ということで皆さんどうでしたでしょうか。はい、次回またですねちょっとマーチンゲール主にこの手法とこの手法を利用するともっといいよっていう内容でちょっとライブ放送またしようかと思いますので、はい、また皆さん見てください。では Thank you for watching everybody、 また、はい、明後日のライブ
あとまた皆さんコメントくださいね。はい、マーチンゲルシート明日皆さんにあのプレゼントするのでお待ちください。では、 thank you for watching. See you next time. Bye everybody.